現像チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。アンバサダーの田代です。今日は越智選手に来てもらいました。越智選手、こんにちは。こんにちは。背番号19番、内涼介です。いつも応援ありがとうございます。ありがとうございます。それでは早速、前節の町田戦振り返ってもらいましょう。町田、J2 から落ちてきたチームですが、どうだったでしょうか。そうですね、やっぱり個々の能力が高かったので、まあ、押し込まれる時間が長くて、まあ、自分たちのいいところが出せなかったんじゃないかなと思います。そうですね、まあ、今チームは3連敗っていうあまりよろしくない状況ですけど、まあ、前所属から、あまりチーム良くないっていう時とかってどうしてたとかってありますかね。やっぱり出てない選手が声出すなど、ゲームで紅白戦でアピールするだとか、そういうので自分たちが出てる選手をサポートしてたっていうのがあります。チームの底上げみたいな。そうですね、チームの底上げみたいな感じでチームの底上げは大事ですよね。でチーム全体も、まあ、今年のチームは特に今までの津江県金沢に比べて若い選手が多いってことなんですけど、はい、チームの雰囲気自体、練習、まあ連敗が続いていますけど、チーム自身のその雰囲気っていうのはどうですかね。そうですね、やっぱり、まあ、勝ってる時に明るくやるっていうのは、うん、まあ誰でもできることだと思うので、はい、まあこういう負けてる時にいかにこういつもと変わらないようにやっていくかが大事だと思うので、そういうところは心がけてやります。よくチームを盛り上げてくれるような選手っていうか、コータ君、マーティさん、そこら辺がうるさいですか。そうですね、すごいうるさくやってくれてるんで、なんでまあ若手も多いんでやりやすい雰囲気を作ってくれてる。そこからまあキャプテンとして、そうですね、まあ、まあ、プレーで、はい、プレーでも引っ張ってって感じで、はい、いいですか。はい、じゃあ次もホームが続きますけど、次の相模原戦絶対に勝ってもらいたいんですけど、はい、どうでしょうまあ連敗も続いてるし、まあ、ホームなんで、まあ、勝って次の1万人チャレンジデーに、まあ、いい勢いでいけるように。1万人チャレンジデー、ありますね。4月、27日1万人チャレンジデーもあるんで、まあ、石川県の皆さんにね、力を借りて西武緑地公園真っ赤にしてもらって、選手もね、盛り上がったところで最高のパフォーマンスをしてもらえれば2連勝はありますかね。はい、あります。絶対2連勝します。します。で、越智くんが言ってます。言ってますということで、今日は越智選手に来てもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。